はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。まもなく11時半になろうとしていますね。5月は21日の火曜日でございます。もう5月の後半戦に入ってきましたね。さて、日経平均はと言いますとですね、プラス50円で、ですね、もうすぐ全引けですね。ドル円今日はですね、円安ですね、156.45 というところでした。香港ハンセン今日は下げてますね、359円下げまして19,277 ですね。珍しいですね、この近くをパトカーが通るっていうのは。ニューヨークダウは昨日196円安ですね。原油今日はやや軟調 78.95 と。ビットコインがなんと日本円で1100万円を超えましたね。1110万円、どこまで上がるんでしょうねこれね。で、ドルウォンでございまして、こっちも押されてましてですね、まあ円と歩調を合わせてるんでドル高なんでしょうね。1366と 66.70 と、なんか1370を伺いそうな気配がありますね。さて、ですね、本題はですね、このね、この記事を読んでいたんですよ。これはプレジデントオンラインにですね、出ています記事でして、タイトルがポスト岸田、1位石破茂、2位上川陽子、3位小泉進次郎は大嘘と、自民党支持者だけに聞く次の首相ランキングということですね。自民党の支持者にね聞いてるんですね。ただね、これ読んでてね、この一つですね、面白いなと思ったのはですね、あれですね、このですね、イーンときまして、ですね、東京15区のですね、この前の補選がありましたよね、のそのですね、分析をなさってるんですけどもですね、しかしこの東京15区の選挙で自民党公認候補者が存在しなかったことで、自民党支持層の本音がくっきりと現れることになった。 NHK 出口調査によると、同選挙で2着であった無所属須藤元気、3着維新の会、4着は日本保守党、その3名全員が選挙候補を含めて消費税減税を全面に打ち出す選挙戦を展開していた。ああ、そうなんですか、知らんかったわ。東京15区の補欠選挙は記録的低投票率だったことに鑑み、これが都市部における自民党の岩盤支持層の本音だと捉えることができると。東京15区には自民党公認候補者に対する優先投票という政党支持の行動原理の陰に隠れた物価高に苦しむ自民党支持層の本音が染み出した結果から現れていた。さらに東京15区では上記3候補以外にも消費税減税を公選挙公約として掲げた候補者の得票を合計すると約 53% に達していたということですね。つまりですね、自民党の候補者、自民党のですね、潜在的な支持層はですね、消費税減税を望んでいるということなんです。消費税減税を望んでいるということなんですね。ということはですね、自民党自身がですね、次の総選挙にですね、我々を勝たせてくれたらですね、消費税減税しますよというですね、公約を打ち出したらですね、みんなそれ自民党に入れますよ。だってね、立憲民主党が消費税減税って言ったところでね、あいつら政権取れないわけですから、その公約は 100% 実現できないわけでしょ。立憲民主党が過半数取るってありえませんからね。他のどの政党が政権、消費税減税と言うてもですね、それは不可能なんですよ。自民党が消費税減税しますという公約を掲げたらですね、それは実現できるんですよ。で、多分するんですよ。
とみんな思うわけですよ。ということは、じゃあ自民党の候補に入れなってなるでしょ。対象できますよ。それこそですね、単独過半数をですね、大きくですね、踏み込んだ、あ、そうでしょうね、270、80取れるんちゃいますかね。大勝利ですよ。うん、で岸田内閣続きますよ。もうそれもね、別にね、あの 5% 下げるとかせんでいいんですよ。 2% でいいんですよ。 2% でもね、今みんなありがたいでしょ。ありがたいですよ、はっきり言って。 2% でもこんだけ物価が上がってですね、実質賃金は下がってるわけでして、みんな生活が苦しいわけなんですよ。そこにあの自民党様がですね、消費税減税やと、わしらがですね、政権取ったら 2% 下げんでとかって言うたらですね、一気にそれはあれですよ、あのみんな自民党に入れますよ。いや、これ分かりやすいやんと。ただしですね、発狂するのは財務省ですね。あの財務省はですね、岸田卸しで動くでしょうけども、財務省いかんせんね、官僚でしょう。だからあいつらがどうやって岸田卸動くかっていうとですね、これ安倍さんの第1次内閣の時に安倍卸の動いたんですね。だから安倍さん財務省が嫌いだったんですけど、要はですね、政治家に対する影響力あるんですね、財務省って。要はご進行に上がるわけですよ、レクに行くわけですよ。その時に吹き込むわけですよ。あの、もう岸田さん飽きませんでって言って、で、まあでもそれをね、選挙の直前に公約を打ち出せばですね、財務省がいくらですね、その岸だと思ってもですね、もうレクしてる暇ないわけですよ、先生方は。そういうふうに地元に帰って選挙しなあかんわけですよ。そして当選してしまえばですね、あとはなんか買ったもんが勝ちですから、公約は実現しなあかんわけですから、あらら 8% に済んでって、それだけで済むわけですよ。まあ次元でもいいんですよ、5年間限定とかね、3年間限定とかね。いや、それでも僕ら入れますよ。入れますよ、私は。あんなもん 2% 下がるんやったら。そうでしょう。まあ、だから、岸さん、まさか岸さんはね、そんなこと絶対しません。100% しません。なぜかというとですね、岸さんにはですね、その、いわゆる、こう、学歴コンプレックスが強烈な人なんですよ、あの人。あの、3回東大を落ちた人ですから、現役一浪二浪とね。で、改正でしょ。あ、同級生みんなあれなんですよ。あの、東大なんですね。で、自分だけ行けなかったというですね、その、18歳からですね、20歳までの強烈な経験でですね、東大は賢いと思ってるわけですよ。少なくとも自分よりも賢い。そりゃそうですよ。偏差値は高い。そのことは確かです。でも、だからといって東大出たやつがいつもですね、正しいことを言うてるかってなわけないやん、そんなん、ほんまに。そんなんやったら日本はね、あの、偏差値が高ければね、その正しければね、日本は戦争に勝てたやん。そうでしょ。それは明らかな間違いなんですけど、岸田はどうもそこが刷り込まれてるわけであって。だから財務省の言いなりなんですね。だから増税目がないなんて言われてですね、あの、増税こそしてませんよ、はっきりとした。でも僕らの負担は増えてるわけですよ。で、私らからすると増税と一緒なんですよ。だから増税目がないって言われてるわけですね。で、自分の人気が落ちたらもう増税したからなんですよ。それが岸さん分かってないですね。だからね、自分は正しいことをしたと思い込んでるわけです。だから岸田さんにはできないですけどもですね、自民党が勝てる一番、もう絶対に勝てるですね、秘策はこれですよ。ええね、そんな3年間だけ 2% だけ減税したらええねん。それだけでも勝てますよ。まあ岸さんには絶対できませんけどね。はい、ということで、このですね、ポストちゃうわ、タイトルがポスト岸田云々かんプレゼントオンラインのですね、このアドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。